Hey, 山本,です本日お届けする動画ですが、日本航空が国内線の特典航空機のタイムセールをやりますので、このことについてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは、世界70カ国以上訪問経験の求めもりが私、山本が旅の情報、フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ちなみに私の体調ですが、抗生物質飲んで翌日、翌々日にはもうほぼほぼ会長になっておりますので、 もう1週間近く発症から経ちましたがもう余裕でも元気いっぱいだということだけお伝えしておきます。それでは今回の国内線のタイムセールについてですが期間は25日火曜日から26日の水曜日の2日間になっております。なのでよくやる優勝の航空機のタイムセールも2日間なのでそれと同じような感じだと思っていただければなと思います。対象の搭乗期間は8月20日から9月30日までということでお盆休み明けからになっております。 なので、これから航空業界、国内線に関しては、徐々に夏休みシーズンに向けて、ハイシーズンになっていきますので、それが終わって、一段落したところからというところでしょうか、本州はまだこの期間、8月いっぱいまで夏休みなんでしたっけ、札幌ですとお盆ぐらいで夏休み終わってしまいますので、あんまりそこの8月下旬で夏休みっていうのは、あんまり実感がないんですよね。 道民の感覚でございますそして今回のタイムセールに関してはウェブからのみ対象になりますので電話発見の場合は対象外でキャンペーン登録は特に必要ありませんので国内線の特典航空券予約する際に少ないマイルが表示されますよということになっております例えば札幌から東京区間はここの E ゾーンになりますので6000マイルで交換することができます なので、ぶっちゃけた話、ユナイテッド航空のマイル持ってる方は、そっちで書いた方が普通にお得です。理由としては、札幌東京間、5000マイルで発見できますし、仮に直行便の空席がなかったとしても、経由便で、例えば札幌から大阪経由東京、このようなルートでも5000マイルで発見することができますので、 路線によっては他の航空会社で発見した方がお得になるよというような形になりますので必ずしも今回の特典航空券のキャンペーンがめちゃくちゃお得かといったらそういうわけではないのですがとりあえず A から G ゾーンに今分かれておりますので具体的にどこがどのゾーンかっていうところを説明していきたいと思いますちなみに2、3日前かなトライシーのサイトで日本航空の国内線の 得点航空券のファーストクラスの基本マイル数であったりあとは特典航空券プラス要するに今上限があって変動があるんですよ少ないマイルで発見といいますかなんて言ったらな空席が少なくなっていくとマイル数が上がっていくんですけどもこの記事が出たので、まあたかもここ最近変わったかのように 見受けけられるんですけども実際のところは4月9日の段階で変わりますよというふうに発表になっておりますので、この点お気をつけください。一応この部分だけ少し触れていきましょうか。例えば、ファーストクラス上がるということだったので、東京、大阪間、今後1万4500マイル必要になるんですけれども、今までがいくらだったかというと、今までがこれかな。 1万2500マ,、ね、マイルが1万4500マイルに変わりますよということで、まあ、若干増えますちなみに私 JAL のマイル使って国内線のファーストクラス変えたことはないんですけれども皆さんありますかあと私が最後に乗った国内線のファーストクラスって実は2029年の9月1日エアバス350-900これが就航した初日ですこれが実は最初 5になりますのでもう4年ぐらい日本航空の国内線のファーストクラス乗ってないという計算になりますあとは広島が今後1万8000マイルになるんですけれども現状広島が1万5000マイルです3000マイル上がりますそして札幌福岡鹿児島が今後2万マイルになりまして現在は1万6000マイルなので4000マイル上がる計算 そして沖縄路線に関しては現状1万8000マイルのところがマックスじゃないや基本マイルが2万2000マイルになりますので4000マイルあとは季節によっては石垣路線にもファーストクラスサービスあるんですけれどもこれが2万4000マイルになりますよということでまあ基本的に4000マイルぐらい上がるという計算になりますのでこの点お気をつけください。 あとはおそらくファーストクラスでの乗り継ぎ等々も上がっていくんですけどもここでは触れずにいきましょうかあとは普通席のこのプラスということで少ないマイルだと4000マイルから発見できてマックス18500マイルだよということなのでぶっちゃけここまで行くんだったら優勝で買っても高くはなってるとは思うんですけれどもマイルで引き換える意味はないんじゃないかなと個人的には思っておりますなのでまあ新しいチャートこっちで見ていきましょうか なのでまた話戻りますけれども、今回の特典航空機のキャンペーン、まず A ゾーン、どういったところがあるのか、A ゾーンは札幌発着で函館、奥尻、大阪発着で田島、高知で、東京発着だと A ゾーンはないという感じになりますので、本当にもう短い距離のところ、これが4000マイルで発見できるところが3500マイルということで、少しマイル数少なくなりますよというのがあります。 そして B ゾーンです。B ゾーンは5000マイルが4000マイルになりまして、札幌発着ですと道内路線プラス青森、三沢、そして東京発着ですと、まあ、仙台、これは臨時便でしか運行されませんので、定期便としてあるのは山形と名古屋、新潟も定期便としてはありませんので、この2路線のみが少ないマイルで発見することができますよと。 大阪発着は松本、これ夏の間限定です。あとは沖、私も昨年の2月ぐらいから乗ったんですけども、沖、出雲、そして松山、あとは松山、鹿児島、福岡、出雲、高知、沖縄から奄美、宮古、石垣は下の方になるんだ。これらが4000マイルで発見することができます。そしてシーゾーン、ここまでがユナイテッド航空で発見するよりも安いマイル数です。東京、大阪の路線のみになってお、あ、違うか。 えと札幌から秋田、花巻と東京から秋田浜な、浜名、各 <laughs> 地が回らない、ごめんなさい、花巻、小松、大阪、そして名古屋から新潟、出雲、高知、ここら辺は FDA の便でも好まれるということになるのかな、あとは大阪から福岡大大おいおいのか、大分、熊本、宮崎、福岡から徳島、屋久島、鹿児島から喜界島、奄美大島、徳之島に、沖縄から石垣に、 北大東南大南これらが4500、えー、マイルで発見できるということなので C ゾーンよりも下の B ゾーン、A ゾーンここに関してはユナイテッド航空で発見するよりも少ないマイルで発見することができますし B ゾーン、A ゾーンに関しては同じかそれ以下というところでしょうかそして D ゾーン見ていきましょう D ゾーンは札幌から仙台、山形、新潟 今こんんなに細かかく分かれてるんですね改めてこの表を久しぶりに見たんですけれども今まで札幌発着ですと仙台までが少ないマイルで仙台から先が普通のマイルみたいな、まあ、ANA の場合はそういう感じだったんですけども日本航空はもう細かく分かれてるので、まあ、本当に路線によっては日本航空の方が少ないマイルで発見できたりだとか。 あとはユナイテッド航空の方だとか、他にもアラスカ航空を使えば日本全国7500マイルで発見することができますので、例えば沖縄から東京経由、札幌、これが7500マイル。ただし、アラスカ航空の場合は日本トランスオーシャン航空だとか、琉球エアコミューター使えないので、JA と日本航空便しか使えないんですよね。ここの部分は少し不便ではあるんですけれども、うん 黙っちゃったわ <laughs> ちょっとごめんなさいね。体調は戻ったんですけど、まだしゃべりの方は全然戻ってないかもしれません。よもう少し訓練が必要ですねで。続きまして E ゾーン見ていきましょうか。E ゾーンから先に関しては、ユナイテッド航空で発見した方がキャンペーン期間の場合でもお得になっております。E ゾーンがどこかというと、札幌から松本、静岡、出雲、徳島。ちなみにこの2つ。 夏の間期間限定日になってて、こっちの2つは富士ドリームエアラインズ運行です。あとは東京から札幌、目満別、旭川、釧路、帯広、宇部、福岡、北九州、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、ここら辺に関しては E ゾーンということで、キャンペーンマイル使ったとしても、普通に日本航空よりユナイテッド航空で発見した方がお得になりますので、ユナイテッド航空のマイルもまあまあ持ってるよって方は無理して、 日本航空ののマイルでこれらの路線引き換える必要はないいと思いますもちろん日本航空しか運航していないというエリアもありますのでこの場合はその限りではないんですけれどもまずはユナイテッド航空と見比べてどうというところでしょうかなので東京発着で考えるなら沖縄、宮古、石垣それ以外はユナイテッド航空で発見した方がお得になります、まあ、ただ先ほども言った通り日本航空が運航しているけれども ANA は運航してないだとか 沖縄の離島、鹿児島の離島、ここら辺に関しては日本航空で発見しないと、そもそも ANA 便に就航しておりませんので、そっちの方がいいとは思います。F ゾーンに関しては、東京から沖縄などが当たるんですけれども、F ゾーンは7000マイル。あ、ってなったら、これだとユナイテッド航空だと8000マイルかかりますので、日本航空の方がマイル数としては少なくなります。ただし、沖縄のみですので、あとは。 石垣や宮古こっちに関しては G ゾーンということで8000マイルここでようやくマイル数はトントン同じかなっていうところになりますあとは夏の間限定で久米島の直行便もありますただし袋に関しては那覇経由というところにはなってきますあと乗り継ぎ便の場合でも少ないマイルで発見することができますので、まあ、例えば先ほどアラスカ航空で私は7500マイルって話させていただいたんですけれども 札幌から沖縄行くとしたら1万マイルになるんですけれども今回のキャンペーンに関しては直行便あです、ね、直行手で利用のみっていうふうに書いてますのでこのような経由便の場合はこの基本マイルが適用になりますもしかしたら場所によってはこのマイル数を組み合わせた方が少ないマイルになるっていう場合もなくはないとは思うんですけれども,もおそらく普通に。 こっちの軽油の方が少ないマイルになるんじゃないかなっていう気はしますので分けて取るというよりかは一緒に取った方がいいんじゃないかなとそんな感じもしますもちろん全部が全部ではないと思うんですけどこれを調べると途方もない時間がかかってしまいますのでおそらく別々で取った方がお得なんじゃないかなっていう気がします そして今回のタイムセール、先ほどもお伝えした通り25、26の2日間で、登場期間が20日から9月30日になっておりまして、対象のお客様は JAL マイレージバンクの会員ということで、ここら辺はまあ難しくないです。で対象路線が JAL の全路線、直行便のみになっておりますので、FDA アマクオリエンタルアブリッジのコードシェア便は対象外ですということなので先ほどお見せしたこの表の中例えば札幌からどこにしようかなこれかここにしましょうか松本静岡ここら辺は FDA のフライトがあるんですよで一応コードシェアの便名もあるんですけれども特典航空券を取る際には FDA 便名になりますこれがもし ANA とかであればエアドゥ運航だろうがスターフライヤー運航だろうが あとはソラシドエア運行、オリエンタルエアブリッジ運行だろうが ANA 便名で発見することができるんですけども、日本航空の場合はそれができないんですよ。これができればもっと良かったんですけども、残念ながらできません。とあと国際線特典航空機の国内線区間は対象外となりますって書いておりますので、例えばですけども、札幌からソウル行くとしたら、札幌から東京経由ソウル7500マイルなので、まあ、実は普通に 予約した方が国際線の方が少ないマイルなんですよ札幌東京間8000マイル札幌から東京経由ソウル行き一番下限のマイルで7500マイルなのでここが逆転現象が起こってるんですよ、まあ、ただしそういった部分での相殺と言いますかありませんのであくまでも国内線で取った場合のみ今回の少ないマイル減額マイルの対象になりますということがここに記載しておりましてあとはあん ああそういういことか東京、名古屋、これ対象外です。あとは、名古屋じゃないや、東京と大阪、伊丹、うん、ごめんなさい、成田と伊丹、これも対象外です。名古屋路線は今回対象外ということで、名古屋路線、ここのゾーンにもあったと思うんですけれども、B だったかな ?B ゾーンで一応、もしタイムセール対象だったら4000マイルで取れるんですけれども、対象外で5000マイルということになります。 ななのでなんていううだろうなこれ全路線って書いてるんですけどもこれは対象外って書いてるのは。 全路線じゃないよなと思っちゃいますね。それだったらもっとこの上の部分に、東京、名古屋と成田、伊丹、これは対象外なので、それ以外全路線とか、そういう書き方の方が分かりやすいのかなというところではあるんですけども、とりあえず、名古屋と東京路線と成田、伊丹、これらは対象外になっておりますので、逆に言えばそれ以外はすべて対象になっておりまして、対象運賃は JAL の国内線特典航空券ということで、どこかにマイル、札幌や あとは東京、大阪、他にも沖縄、鹿児島もあるのかな、そこから4箇所ランダムでまず決められて、その中からさらにランダムで決められて、往復6000マイルがそれぐらいでしたっけ実は私、まだどこかにマイル使ったことがないんですけども、そのどこかにマイルであったり、あとは学生専用の JAL カードナビ、これ持ってる方は基本的に必要マイル数が半額で済むんですけども、この割引対象外ということなので、逆に言えば学生の方、 どれぐらいのマイル、半額だとは思うんですけれども、普通に j a l カードナビで発見した方がお得ですよね、これだったら。なので、あんまり気にしなくてもいいのかなというところではあります。そしてタイムセールの場合は、もう口が回らないな、ごめんなさい、タイムセールの予約方法に関しては、ここに書いている通りです。通常の特典航空券の発券方法と全く同じになります。 でここが例えば6000マイルになっているやつは、もともとこれ8000マイルなんですけれども、8000マイルが6000マイルということで、少ないマイルで表示されるということでした。特に何の手続きもなく、少ないマイルが表示されます。なので、ここに表示されているマイルが必要マイル数ですよというようなやり方になっておりますので、この点お気をつけください。あとはここに書いている通り、 国内線の旅客使用料、これかかりますので、札幌東京間発見した場合は、マイルの他に740円かかりますよということで、これ余談なんですけれども、アメリカン航空、実は国内線全路17500マイルで発見できます。そしてキャセイ、札幌東京間であれば7500マイル、他にもう少し距離が長くなると1番マイルかかってしまうんですけども、この2社に関しては、国内線の特典航空券発見する際は、 国内線の旅客施設利用料、まあ、い,わいわゆる空港税というんですかね、ここの部分かかりませんので、単純にマイルだけの引き落としで OK になります。なので、例えばメンバーシップリワードのポイントたくさん持っているよと。 私も持っておりますアメックスのゴールドプリファードカードこれ持ってる方はこのカード対象のポイントなんですけどもちょっと使い方かなっていう方キャセイのポイントに変えた状態でマイル移行することもできますのでこれマイル移行することによってお得に使うこともできますのでぜひ検討してみてくださいあと仮想待合室書いてますけれども多分いかないですよね今回多分ねセールほど混まないと思うんですけども以前もあった 特典航有券の航空券であれば例えばセール開始になった0時に予約して発券自体は夜の10時にするとかそういったことはできるんですけども特典航空券の場合はもうその場で発見という形になりますのでこの部分お気をつけください。 タイムセールと同じような感覚で、とりあえずポチポチポチ,ポチやってて、発見しないでいると、そもそも予約すら取れてないという形になりますので、この部分だけ気をつけていただければなという点がございます。なでおさらいすると、今回の日本航空の国内線のタイムセール、6月25日、26日の2日間で、8月20日から9月30日まで、特に対象外の日付は設けられておりませんで、ゾーンによって、 ママイイルル数が最大2000マイルお得になりますと片道あたりただし場所によってはユナイテッド航空で発見した方がマイル数少なくなりますのでこの部分はもし狙っている方いたら比較してみてくださいあと注意点としては東京名古屋とあと成田と伊丹この路線は対象外でコードシェア便も対象外ということですユナイテッド航空発見の場合は エアドゥであったりその他の航空会社も ANA 便名として発見することができるんですけれども日本航空の場合はそれができませんので JAL グループ日本航空北海道エアシステムあとは日本エアコミューター日本トランスオーシャン航空 琉球エアコミュータータこれらのフライトであれば取れるんですけどもそれ以外の FDA ア草エアラインオリエンタルエアブリッジここら辺は特典航空券発見できませんのでこの点お気をつけくださいそして他にもちょこちょこニュースがあったのでこれも一緒に紹介しましょうか今日発表になったんですけども本邦初機内で動画ストリーミング配信を視聴できる JAIR 動画見放題サービスを期間限定で実施ということで これ日本航空というよりは JAIR の機材のみにはなるんですよ。でその中でもエンブライル190、この機材のみで使えますよっていうのがここに書いてるのかなで。7月11日にそのアンテナの設置産業が完了し、エンブライル190、これの全14機で本サービスが利用開始になりますよということで。 7月12日から9月30日までの間、エンブライの190で JAIR 動画見放題サービスが提供と。機内 Wi-Fi に接続して、ご自身の端末でインターネット、メール、SNS など利用できる。あれそもそも JAIR ってインターネット接続できたんですね。ここ最近、マジで JAIR 乗ってないので、最近の JAIR 事情がわからないんですけども、それに加えて、 動画のストリーミング配信の視聴も利用できるということなので、これもしかしたら YouTube とか見れるとかそういう意味合いなのかなまあ余談ですけれども、VPN でかませば現状の日本航空や ANA の Wi-Fi でも実は見ることができます。あんま大きい声じゃいないんですけどね。とりあえずこのページ見てみたんですけども、特に書いてないですね。とりあえずここの 部分に E90 って書いてあるやつがエンブレイより190になりますので他にもエンブレイ170あれ175どっちでしたっけちょっとちっちゃい機材もあるんですけどそっちは対象ではありません170の方ですね E70 って書いてあるやつは対象外でエンブレイ190のみ対象になっておりますのでこの点お気をつけくださいまたはこんなのも始まったみたいですね家庭用インターネットサービス JAL 光を開始ということでえっソニーえっということは 僕今ニューロ光使ってるんですよで。ニューロ光もソニーの子会社のやつなので同じなのかなこれちょっと聞いてみよう今度もしこれ同じだったら JAL 光に切り替えてもいいなと思ってます。まあ、ニューロ光めちゃくちゃサクサクなんですよ。ただ月に5200円ぐらいするので他のインターネット回線に比べると1000円近く高いんですけどもその分早いんですよね。なので動画 普通にサク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 アップロードできるのでこれを基準に考えると僕結構海外行った時にもうアップロードが遅くて遅くても本当に悲しくなってくるんですけどももしこの JAL 光がニューロ光並みに速いんだったら切り替えてもいいですよねでしかもザクザクマイルがたまるっていうのが書いておりますので例えば僕の場合はマンションプランなので月額4070円 はい、ニューロ光って今どれぐらいかな、まあ後で調べておきますね。で新規契約で3000、うん、毎月100マイルの年間更新1000マイルあ。いいですね。例えばこれニューロ光とほぼ同じで、あ、10ギガプラン。やっぱ早い方がいいんだよな。10ギガプランも用意してありますってことは、ここに入れとけって話ですよね。で2ギガタイプ、まあ、要するに速さなんですけれども、カミングセーンっていうことでまだ分からないと。まあ、ただし、 なんでこっちの方が安い戸建てプランの方を見てるんですけどもこれ要するに速度が1ギガまで出ますよというところなんですけれどもあこいつあそことかニューロ光使ってああ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 あ ってこととですよねきっとそうなるとカミングスーンがいつまでなのか分からないんですけれどもちょいと気になるなこれでしかも新規契約で1万マイル全てのプランということなのでマンションプランも戸建てプランも変わらないということだったのでちょいとこれは電話切った後に確認してみましょうでどこに電話したらいいのか分かんないんですけれどもあとで調べたいと思いますとりあえずこれ以上話,す話脱線してしまいそうなので 今回は日本航空のタイムセールのことを中心にお届けさせていただきました。皆さん、ぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。Twitter、のフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、バイバーイ。